鈴木つづみです。今日は清洲城です。現地では iPhone プラス三軸ジンバルで取材しました。解説は柚木ゆかりと佐藤ささらです。では、私はこれで。もう終わりですか？じゃあ私も傍観していよう。皆さんこんにちは、佐藤ささらです。わあ、柚木ゆかりです。あら、前回また夜更かしですか？ダメですよ。うるさいわね。始めるわよ。はい。来たぞ、あられちゃん知ってますか？この辺りに鳥山明さんの家があるそうです。マジ？そこのカツ屋さんへ来たとか来るとか。ちょっと寄っていこう。ダメです。清洲城は織田信長と深いつながりのあるお城ですね。ここで生まれたの？いくつかの説がありますが、現在は諸形城が有力です。ここ、清洲城は天下人へのスタート地点ですね。ちなみに小牧山城が第一歩と言えます。残念ながら、清洲城は残っているものは少なく、本丸土塁の一部が残るのみです。あとは、護岸工事の際に発掘された石垣の一部が復元展示されているのみです。城跡の、対岸に今ある天守は、実在した当時を想像して設計された模擬天守です。清洲城天守は解体され、その材料は名古屋城、西北隅櫓の材料として転用されました。到着しました。名古屋城へ、尾張の中心としての機能を、すべて移す、清洲越し、のため、何も残らなかった清洲城ですが、見て回りましょう。東海道本線と東海道新幹線によって南北に分断されてしまった清洲城跡です。この土の盛り上がりが城跡です。今回は音楽をあまり入れずに、新幹線や JR の列車の音を聞いてもらいます。iPhone、音良いから。この上に、信長公を祀る庄舎があります。
JR と新幹線を越えて、清洲公園へ向かいます。信長公出陣の像、27歳の時に、清洲城より桶狭間へ向かって出陣する時の様子です。この女性は誰？信長公の奥さん、濃姫です。美濃のマムシ、斎藤道さんの娘です。この公園は、始まりの地、二人の愛と希望の丘、と呼ばれ、清洲市曰く、夫婦円満、恋愛、立身出世、必勝祈願のタワースポットとか。恋愛のパワーもらわなきゃ。アジサイが綺麗ですね。あ、びっくりした。ソフトオクちゃんいたの？この辺りは桜の名所としても有名です。春にはたくさんの花見客でにぎわいます。しばらく公園内を散歩してみましょう。最後に模擬天守を見学して帰りましょう。
ではほとんどの場所が撮影禁止でした。天使からの眺望をお楽しみください。降りてきました。日本庭園を散策しましょう。この人たち、何してるのだろう。どうやらテレビのロケみたいですね。あら、そう。
ように、発掘された石垣を見ておきましょう。この付近は地盤が軟弱なため、石垣が不動沈下してしまいます。それを防ぐため、松材を用いた、はしご道具と呼ばれる構造を採用してます。石垣はこの基礎の上に、のずら積みで積まれています。本日はこれで終了です。もう一つの目的、御朱印は天守の受付で買えました。実はこの後思いつきで行ったところがありますが、撮影した動画の質が悪いので迷っています。だからネタバレしておきますね。昭和日常博物館北名古屋市で検索してみてください。命をかけて生きている人の影で僕らは笑ってる。誰も教えてはくれない本当に大切なことを叩き込まれる頭ごなしのとりあえずだとかまずはさ、大人はいつだってそうだ。経験則だけで物語る本質が見えた時には僕ら若さを失っている。いかんせん